石田さん、今年も、はい、もちろんというか、緊張の日々がやってまいりましたけど、そうそう、でもなんかね、ここもう数年やってる中で、はい、ちょっと気持ちを入れすぎちゃって、空回りしてるところがあったなと、で、まあ、もちろん気持ちは自然と入っていくものだと思って、はい、できるだけ平常心を保とうかなと、はい、それをテーマに。はい、その SNS を書くとテーマが平常心で、うんうん、それでもやっぱりそれなりのことを自分なりに準備はしてきたし、あとはもう神様のみぞが知るみたいな、はい、まあ、展開の部分であったり、あとメンバー構成であったりとか、そういうことがあると思うんですけど、まあ、まあ、記者さんたちもみんなそうと思うんですけど、参加してるメンバーもなんか伊豆崎が一番欲しいんだなっていうような空気が出ちゃってるから、なんかそこで遠慮されても、まあ遠慮してほしいんですけど、まあんまりね遠慮されても困るし、ただ何よりも欲しいタイトルっていうのは間違ってない、はい、実際平常心でいければというぐらい、そのこの何場所かとか、その夏頃の調子の上がり方がこうすごく良かったような、やっぱりその中でもここを意識してるからこそ、トレーニングとか練習とかに身が入って、やっぱりおのずと体が意識してるような、なんかボンクレと滝沢杯はもう1年の僕のなんかね、恒例行事みたいになってるから、はい、まあ、その中でもこうやっていう斡旋してもらってね、やっぱりエスキーパーだと出れる人数も決まってきますから、その中で僕がこういう枠に入っていることで出れない千葉のメンバーもいるんで、それをしっかり責任を持って、千葉記念、いわゆる松戸を盛り上げたいなとは思ってますけどね。平常心で最終レースが終わった時にバーンと弾けるような瞬間を、結果はもちろんついてきてほしいんですけども、とにかく4日間は僕にとっては、全てにかけて、走り込む、一つ一つペダルをね、一回転、一回転するたびに思いながら走ることは誓います。楽しみにします。頑張ります。平常全然平常心じゃない。やばいな。こればっかり。